ございます。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあね、会場をね、もっと一体化させて盛り上げるために、お兄さんとみんなで情熱的に融合しましょう。じゃあ行くよみんな、いい？ええのやついくよ。せーの、フュージョン。一気にアウェイになったね。タンパシアです。よろしくお願いします。はいね。はい。疲れてないですか？はい。ここから箸休めですよ。サクッといこうね。はい。じゃあね、せっかくなんで、雑にちょっとこれ、5年前くらい流行ったやつやろうか、これね。じゃあ、ちょっと目の前に子供がいるから、じゃあこっちだろ。よし。よし。じゃあお兄さんと情熱的じゃんけんするよ。せーの。最初は。はい、どうもありがとう。よいしょ。ねえ、はい、トラウマになったらごめんね。じゃあね、今日はですね、沖縄にはハブとかイリオモテヤマネコとか情熱的な動物ってたくさんいるよね。でもお兄さんが今日ご紹介する動物は多分沖縄で一番の情熱的な動物なんじゃないかなと思ってます。そこで今日これを紹介したいと思います。こちらです。どうぞ。ピッピピッピ。そうだね、切れなかったね。はい、このメディアもね、彼は元世界チャンピオンのデアボクシングの、はい、拍手。切れなかった、自分で拍手するとおかしいから感じになったね。みんながひらなく目覚めてバーってやってる、自分が拍手したらただのアホになるね。はい、ちょっと芸能人打たれすぎたのかな。じゃあね、今日はね、ひらなかの生態についていろいろ調べていきたいと思います。このひらなかはね、主に生息地は富士野市です。はい。あの特徴はね、このもじゃもじゃのひげなんだね。はい、ちなみにね、彼の口癖でね、沖縄から世界へっていう言葉があるんだけど、まあこれ鳴き声みたいなもんなんでね。はい、気にしないでいいからね。たまに行ったらごめんね。はい、ということでこれを踏まえて、ひらなかについて勉強していきましょう。例えばファッションは、みんな告白するときってやっぱ平常心を保たないと相手に気持ちを伝えるってことはできないよね。ちょっとじっとしとこうかね。ひらなか君ね、本番テンション上がるの分かるけど、ちょっとじっとしようね。すぐこうやって暴走するからね。告白するとき平常心を持たなきゃいけないってことあるよね。つまり平常心といえば、そう、ボクシングだね。で、ボクシングといえば、ひらなかだよね。そこでね、ひらなかの平常心をちょっとチェックしてみたいと思います。はい、ひらなか。ひらなか。世界チャンピオンだけあるよね。あ、ぶちけんよこさん、おはようございます。ぶちけんさんには反応するんだね。はい、こうやってちょっと今動揺しちゃってるから、そういう時は平中にこう声をかけてあげよう。平中、ひげ剃るよ。じゃあビットしなさい。だから街角で平中に襲われそうになったらこれをかけてくださいね。ひげ剃りようというとおかしくなりますのでね。はい、じゃあ続いていきましょう。ファッション2、毎日ね、生活しているとストレスってたまるよね。そこで一番のストレスの発散方法といえば、そうだよね、ミット打ちだよね。ということでね、今日はひらなかのミット打ちを披露したいと思いますね。やべえ、スイッチ入ってるよこいつ。うわー、リハの時こんなテンション上がってなかったのに。いや、ちょっとごめんなさいね。ちょっと素人だからね、僕ね。はい、じゃあ、平中君ね、ミット打ちをね、はい、じゃあ、はい、できる。あ、急に指示し始めた。はい、平中君。痛い！平中君、痛い！バカ！ひげ取るよ！まだ嫌だって言ったのによ、これ。無理じゃないよ。娘さんに二十歳過ぎたらひげ剃ってって約束したけど、まだ約束果たしてないでしょ。言うな。じゃあとしっかりしてください。じゃあ、次はね、平中さんはね、こう見えても早口が得意だそうです。
この企画絶対やらせてくれということで、彼の要望でちょっと早口を、披露したいと思います。じゃあ、やめた生麦、生米、生卵まあいいだろまさかしょっぱながら噛むとは思わなかったけどはい、はい、赤シチューマチ、青シチューマチ、黄シチューマチ赤シチューマチ、黄シチューマチ、うん、覚えきれなかったこの短いフレーズも覚えきれなかったんでねやっぱり打たれすぎてるね、これね具志堅ちょっちゅね、みちょっちゅね、合わせてちょっちゅね、むちょっちゅね。具志堅ちょっちゅね、みちょっちゅね、合わせてちょっちゅね、むちょっちゅね。あーいいね。あれ具志堅さん喜んでるもんね。やっぱこれに反応するんだね。先輩、分かった。しゃべらなくていいって言ったでしょ。なんでだからそうやって約束守るの？守られる約束守るの？じゃあ最後に行きましょう。ね、こうやってね、今も暑いけど、こういう暑い時って、なんか涼しいもの欲しいっていう時あるよね。そんな時は、平中にこの縄跳びを渡そう。ね、平中に縄跳び、平中に縄跳び。急に上目線になってね、これね。あ、外れてますよ。ごめんなさい、すいませんね。じゃあ、平中に、こうやって、あ、全部言うね。勝手にアドリブでエッチとか入れないでください。びっくりした。おー、こういう変な笑いになるから。決まったことこの間はない。ひらなかに、暑い時は暑いなと思ってるから、あるよね。そういう時、ひらなかに縄跳びを戻したら。情熱的な使い方分かったね。ということで、ジョパッシュアルと平中さんでした。どうもありがとうございました。